皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室、えー、本日もですね、えー、まあ日曜日ですので、えー、皆様とお約束をしました、えー、1週間に1回はねこの旭川事件を取り上げますよということで本日もね旭川女子中学生事件関連のお話をさせていただければと思います実はね先週の日曜日はこのホワイトボードを使った配信はね えー、お休みさせていたただきましたちょっとね理由があるんですけどもそれも含めてねお話をさせていただければと思いますまあ、先週の日曜日はね、えー、お休みというかねあのホワイトボードでの説明をお休みさせていただきましたがライブ配信機能を使ったね、えー、お話をねちょっと旭川関連に特化したお話をさせていただいたと。 いうことで、えー、ご理解していただければといいと思います。先週はね、この番号振ってません。今回、116番目になります。よろしくお願いします。えー、いつものようにね、タイトルは旭川女子中学生事件ということで、えー、今回ホワイトボードを使った説明は116回目になります。えー、今回、えー、まあ、これ、関連ですね。関連の話ですが、5月19日金曜日、えー、北海道新聞の夕刊 からね、ちょっと取り上げさせていただきます。大きなね、見出しのタイトルが、いじめの加害者扱い、旭川の男性、新潟の男性を提訴というふうにね、記事がありました。旭川市内の公園で2021年に投資して見つかった中学2年、まるまるさん、当時14歳へのいじめ問題をめぐり、交流サイト SN、SNS の Twitter で、いじめ加害者として 誤って名指しされ名誉を傷つけられたとして旭川市内の男性18歳が新潟県の男性投稿者36歳に220万円の損害賠償を求めて旭川地裁に提訴したということですね訴えを起こしたのはね旭川市内の18歳の男性 訴えられたのは、新潟県のこの SNS、ツイッターに投稿した36歳の男性ということです。提訴は5月2日付、訴状によると、男性投稿者、この新潟県の36歳の男性投稿者ですね、男性投稿者は原告がいじめの加害者の主犯であるとする虚偽の内容のほか、顔写真、自宅を特定できる情報をツイッターに投稿して、 中傷し精神的苦痛を与えたとし、ているいじめ問題の調査を行った旭川市教育委員会の第三者委員会は昨年、原告男性とはいずれも別人の7人を加害者として認定しているというふうな記事が、えー、書かれてました、まあ、この記事によると、ね、あの旧第三者委員会は加害者は、ね、7人。 ととといいいうううふうに、ね、認定しているということです、まあ、教頭先生があの中山教頭が話した、ね、10人の加害者とは、ね、あと3名足らないなというふうふに思うんですけどその辺りも、ね、どのようになっているのかなというふうに思います、えー、と皆さんも、ね、承知していると思いますが、えー、と昨年1年前2月ごろから、ね、私に対するいろんな予告丸買い予告が、ね、来ています皆さんわかりますよね この、ね、予告が私のところにもねもうまあ何百通って来てます、大体いいこの朝日川の話をしようとすると、まあ、こういったことがね、あったっていうのは皆さんもね、知ってます、これね、私がまた来ました、また来ましたって言うと、面白がっていくつも来るんで、もう最近は話してませんけど、そういったのがありました、ただね、ここのところ、毎週こういった話をしてるんですけども、全くなかったんです。 それがねえ急にこれまで来てた人とは内容が違うのでまた違うものだと思いますけどもなので先週はちょっとねお休みをさせていただきましたまあ例えばねお前元刑事だろうとね元刑事って今ただの一般人だとでしゃばったことするなとかですね、えー、正義感の押し売りやめてくれとかあまあそういったねあのー、ものですねそれが私に直接来たりとかあと私ではない他の私の YouTube の視聴者の方、要はこういった旭川のことをよく見てくださっている方にね、元刑事が何やってんだみたいなね、のがありますこれまでなかったんです。ということで、これ、私が勝手に考えてみました。朝日川事件に何か動ききが起きてんじゃとい,いうふうにね、ちょっと感じてます。ですから、何かつっついた人がいるんでしょうね、どっかをね。 つ、うん、っつかれたくない方がつっつかれたそれでなんか動きが出てきた誰がつっついたのもうここしかないですよ小木再調査委員会が、えー、どっかつっついたんじゃないかなと、うん、別に虎の尻尾を踏んだとは思ってませんけど何かやって動き,を動きが起きたんじゃないのというところ私いろんな話をしてますあえてね今日はね、えー、うっぺつ川がう々ぬとかそういった具体的な話はしませんけども まあそういったことを私、何度もねこの動画を通じて訴えています、そういったところをねまあ踏み入れてくれたのか、何か考えてくれたのかということです、最近、ここのところ、今年に入って、あまりねあの新聞記事がにぎわっていませんというのは、再調査委員会、小木再調査委員会がですねまあ定期的に会合等を開いて調査してくださっているのは知っていますが、あまり公表がありません。そこだけはねちょっと少しででいいんで ここういういととやってますとか結果はいいですけども何かちょっとだけね、教えてく,くださると、うん、安心というかね、えー、教えてくださると、そのことでまた風化しない、今回、小木先生がこの再調査委員会の委員長、まあ、委員長じゃなくてもいいんですけど、この再調査委員会に入ってくれている、入っていただいていることでですね、あのやはり注目されていると思います、そういった意味でもね。 風化させないっていう意味に非常に強くまあ、当たってるんじゃないかなというふうにね思っているところですですからまあ、えー、月に1回とは言いませんけどもね、えー、月に1回もしくは2ヶ月に1回こういうふうなところのね聞き取りをやっているとか誰からとかはねなくてもこういう聞き取りをやっているんだ っ,ていったよ公表と,、ね、というかね教えていただければ旭川事件にね関心を持っている方も安心するんじゃないかなというふうに、まあ、これ個人的にですよちょっと思ったりもしましたまあ、いずれにせよねこれ私の主観ですけども旭川事件に新たな動きがね起きているような気がしますこれまで、えー、そーっとしてたところが突っつかれたこれまでの、えー、第三者委員会では突っつかれなくて出てこなかったところが何か ある動いているんじゃないかなというふうにね、私は思っています、今後もですね、私はこの件に関して、まあ、1週間に1回、風化させないっていうのが第一の目的ですけどもね、これからも配信を続けていきたいというふうに思っているのと同時に、何かこのね、もうね、2年経ってますけども、この旭川の関連についてですね、何か情報をお持ちの方は、ぜひぜひ、 あの私の方のの、ね、お問い合わせ本部とか、まあ、あとスタッフが管理してるんですけども、このツイッターの DM とかでね、えー、連絡をいただければ、またこちらから連絡をしたいというふうに思っておりますので、えー、何とぞご協力のほどよろしくお願いいたします。本日は以上になりりまますありがとうございました 小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします